かしいよ、だってなんか違うんだよ、全部違うよやってるんですけど、いや、楽しさの方に行っちゃってるだって取らなくていいとこ凝ってるから、あれ、なんだっけ、サンドバッグあれ、家にあるからねはっきり言うなんですけど、結構上の階に僕ら住んでまして、階段でね、サブと二人でだからその疑問はすごかったよ、あれもどうやったんですか安いからエレベーターもついてないんですよ、だからそれがみんなに対するドッキリだよ上チグになるんですよ上チグになるんですよ、そんなバッグ運んでいますだし、ギターのドッキリあれは地元の友達にギターを借りに行ったわけですよ、で、一回家で夜過ごして、朝その…いや、じゃあ一回夜過ごしてギターを借りて、表現が豊かだったから小説読んでるのかな実家でね、仮眠して仮眠実家本眠じゃねえ実家は本眠でしょ実家は仮眠とかなので、ギターしょって家でやろうと思ったら父さんに見つかって、ギター始めたんだそれめっちゃ恥ずかしいよ一番親父にドッキリしちゃうんですよそれめっちゃ嫌だな、動画は最近やってることも知ってくれてたんで、お前ギターやんの違うぞ動画はいいにしてもそうだな、確か本当にそれはお父さんに対してドッキリ、いやね、いやこれはドッキリって言っちゃったのどれかってなるドッキリに使うっていう意味で俺ドッキリって言ったら、あ、俺に対してするかなって思ってだから大丈夫だと思うね。嬉しくない？だって僕らの動画見るのって9割、8割、8割男なんですよ。でちょっと年齢層も高いんでね。そうありがたいことですよ。まあ年齢層低かったらあのドッキリ理解できない。バンクロックかっこいいじゃん。いやね。あとなんか。ちょっと待って。あれはいいでしょ。歌舞伎となんか混ざってる。あれもめっちゃ楽しかったやってるでしょ。そうなんだなと思って。いやだからロックバンドどうしようかっつって、ここ塗った方がいいっすよって言って。いやいいけどね。まず佐々木に塗ったよ。どうなんだよ。絶対違うって思ってんのに、そうっすよねやっぱ。肯定できたんだ。でじゃあやりますみたいな。もう逃げらんねえしな。いやあオッケー。次の日俺朝さ歯磨くためにその洗面所に行ったらさ超ハードワックスが置いてあったやばかった、これ買ったんだと思ってこのためにこれ買ったんだニワトリが書いてある、そうニワトリが書いてある、ニワトリトサカみたいな、トサカぐらい行くぜ、多分それぐらいのやつだね、焼き肉食いに来てる、そう食いに来てるいいじゃんいいじゃん、僕佐々木とカレー屋さんに一回行った時に、辛いの苦手なんですけどカンタさんとは行きたいっすって言うね、はい、で行ってくれて、じゃあ行こうかっつって、でちょっとやばいんですよ辛いのって言うから、店員さんが辛いですけど大丈夫ですかってスプーンでくれるみたいな、うわで結構優しい店員さんで、で食べてうわ辛いって言うそういうとこなんだよ、それしかないのよそのメニューって、なんだよねそういうとこね、でちょっと店出るかみたいな、なんだろう、いやここまで来たら行きます店員さんも普通にカレー出すじゃん、で食ってでもカレーがどっかになんかテレポーテーションされるみたいな勢いでやーってでなんかちょっと嬉しかったのか分かんないけど、いつも頼まないレモネードを頼んで、なんかね200円くらいする特製ジュース、でカレーっつってレモネード飲んで酸っぱい失礼だなもうね、店中から笑い取ってる笑われる感じもあいつの中では怒りになる、おかしいだろ、大食いの人応援する感じなのみんな酸っぱい水ください、水飲んでカレー食べて、あカレー笑いやすい、酸っぱいで、これいらなくない？酸っぱいいらなくない？カレー辛い水でいいよくない？って思ったのに、カレーうわ酸っぱい水
ないです。え、残したの？え、食ったよ。でももう気持ち悪いです。これ多分だけど、カンタが奢ってるからね、このそれがすごいよね。あ、それだけの素直なところ。これハンバーガー、ハンバーグ連れてあげるよって言って、そしたら出てきて、俺これ食べなかったです、めっちゃ良かったですみたいな。でその日は俺が出したの、俺が出すよって言って、うん、じゃあハンバーグ食べようって言ったのね。で普段の安いとこじゃなくて、たまにはって言っていい店って言って、まあ、いい店って言ったのゴールドラッシュ、うん、で行ってでね、まあ贅沢な感じですよ。まあまあまあ俺らの中では金曜安いとかね、なんかちょっとその日行こうってなってた。熱いのが出てくる、でもうまそうですって言って食べて一言目あっちぃなんだあっちなんだこれってお前が頼んだハンバーグだよ。